はい、皆さんこんにちは、しもりーです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、サブタイトル見てもらったら分かる通り、こちらの投手、最強投手リア対復活でございます。大谷翔平投手スピリッツ解放。はい、ということで今回ですね、こちらに表示されている侍ジャパンバージョン大谷翔平投手スピリッツ解放いたしましたので、今回リアタイ復活使っていきたいなと思います。一緒に見ていきましょう。9位85制球77、スタミナ82、球威型の投手でございます。そして球種ですね、ストレート、スライダー、ナックルカーブ、スプリット、ツーシームファースト、カットボール、カーブ、ジャイロ、スプリットということで、球種最強の投手となっております。変化球も強いですし、ストレートも163キロということで、球速もあるというかなり最強投手になっております。そしてですね、特殊力超豪速球、タイミング近い奪三振ということで、こちらも特殊力かなり強いピッチャーになっております。まあ、2022年ですね、2022年のシリーズ2でゲットいたしました侍ジャパン大谷投手ですね、多分持ってる方かなり多いと思いますので、皆さんもぜひともですね、スピリッツ解放していただいて使っていただければなと思います。まあ、まだね、4200のスピリッツでも強いとは思うんですけども、ここでスピリッツ解放させることってさらに大谷投手強くなりますので、こちらの大谷投手マジで強いので、一生スピリッツ解放で使っていくのもかなりおすすめの投手でございます。私、大谷選手ですね、まあ、ピッチャー含めて4体持ちしております。こちらの大谷投手、今回は投手だけスピリッツ解放して使っていきたいなと思いますということで、リア対12球団でいきます、どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目のやっていきたいなと思います。今回先行ですね、相手の先発ピッチャー藤浪晋太郎投手ということで、大谷対藤浪の同級生対決になっておりますので、かましていきたいなと思います。1番源田翔太、ここは変わるの、相手スピカイフしてないですね、こちらのね、藤波投手、スピカイフした方がいい、絶対スピカイフした方がいいと思います。この藤波投手もかなり強いので、昔の藤波投手持ってる方もですね、ぜひともね、スピリッツ解放できるならした方がいいと思います、かなり強いので。いら、あ、いい、見えてるよ、いくよ、ツーシーム来るんだ、次ツーシーム来るよ、集中よ、はい、知ってました、ツーシーム、はい、変化量マイナス1、全然曲がらない、スリーボール、ここいいとこおる、サードめちゃくちゃいいところ、2番村上の宗隆、いら、うん、曲がるね、カットボールが意外と、変化量 A はやっぱ曲がりますね、村上いきます、いら、おー、ナイス、1球が変化量マイナス1だよね、マイナス1じゃない、ここ、おい、ライバルして、いいよいいよ、とりあえず1人、続いて岡本和真、なんか新ユニフォーム初めて見たかもしれない、この巨人のね、リア隊で使う側として一発かわします、岡本ストレートストレートストレート、ここいや、やばい、ゲッツやないかこれ、お前バカ野郎、何やっとんねんお前、おい、はい、ということで行きたいと思います。ピッチングですね、先発ピッチャー大谷翔平投手ということで、まあ大谷投手マジ強すぎちゃうんで、マジで強すぎちゃうんで、多分余裕で抑えると思ってはいるんですけども、まあとりあえずストレートツーシーム基本 でスラーカットも持ってるので、マジ大会でもクソ強いピッチャーになっておりますので、もう本当に持ってる方はぜひともね、多分スピリッツ解放してるとは思うんですけども、リアタイっていうか、プロスピの中で一番スピリッツ解放おすすめの、投手になだと思うので、個人的には。マジでスピリッツ解放おすすめでございます。本当にストレートのね、通信もだけど、はい、大谷 VS 大谷。スライダーでいきます。このスライダー振ってもらったらめっちゃありがたい。これ。これね。はい、これね。これ見るのはマジで結構強い。これ見るの結構強い。はい、ここ。今のね、この変化量の大きいスライダーもかなり強いので、うまい、ライト、まあ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 、オッケー、まあオッケー、ゲッツじゃん、ゲッツじゃん、今のはちょっと甘すぎたかもしれない、ゲッツいきます、しっかりと引っ張り警戒してゲッツし、そしてツーシミ行こう、ここ、はい、ベストピッチ、ナイス、はい、ナイスボール、おお、見る、めちゃくちゃナイスボール、そしてジャイロスプリット外角、ここ、ゲッツお願いします、セカンドゴロゲッツ、ナイスボール、えぐい、これゲッツもらった、はい、はい、はい、ふぅー、強っ、ここ、はい、これヒットちゃう、はい、あざす、引っ張り警戒、あざす、超える、超えてくれ、ナイスバッティング、いいね、甘い、あざっ、あざっ、あっという間に、つまに、つまに、つまに、はい、ということで、まあ、なんとか2点取りました。まあ、最後ね、綺麗な見逃し差ししてしまいましたけれども、ここしっかり大谷投手を抑えます。ここできればボール球振らせたいんです。はい、ナイスボール、今のいいところ、めちゃくちゃ今のツーシーム、今のローボールめちゃくちゃ強い、
大谷投手ね、マジで強いと思うんで、まあ、今後ね、出るかわからないんで、正直言って、この能力で。なのでおすすめ、あい強いスライダー、ナイス、いいね。はい、早くもスタート。スタート、スタート、みんなスタートよ、スタート。代打、原辰徳選手、来ましたけれども、原選手、抑えましょう、ここで終わらせましょう、外角通信。ここ、結局、ツーシーム攻めで OK。あい強い、結局、ツーシーム攻めでいいんですよ、デスプリット、ボール球いきます。ここ、振ってくれたらでかい。はい、ナイスボール。うお、見るねー。ストレートいきまーす、バシッと。ここ !160 キロのストレート。はい、ナイスボール。160キロ、ボール球いきます。ストレートが決まっています。ここ、はい、スライダーで。スイーパーっていうか、スライダー。OK、いいボール。まあ、もし大谷投手に実装されたら、スイーパーがつくんじゃないのかなと思いますね、今年から。もし今後出たら。いきます、ツーシム。ナイスボール見るいいですね見るここツースプリットいきましょうここで殿下のホットスプリット大谷のここ殿下のホットスプリットスイーということで大谷翔平綺麗に抑えさせていただきましたまあ2試合目2試合目も強いところね見せていきたいなと思います次は打ちますはいということでよろしくお願いいたします2試合目の方やっていきたいと思います今回高校でございます先発ピッチャー大谷翔平投手ということでここら辺の打率帯の方はしっかりさすがに抑えられるでしょうということでまあしっかり抑えて先ほどの試合はですねまあバッティングあまり打てませんでしたので今回はバッティングを含めて完璧に勝っていきたいなと大谷投手で完璧に抑えてバッター陣もね最強のバッティング見せまして今回の試合勝っていきたいなと思いますということでいきましょうまあ大谷投手ですねいろんな球種持ってるんですけれどももうほぼ8割ぐらいリアタイ向きの球種持っておりますのでまあツーシームそうですしスプリットもおいおい何やってんねんお前おいゲンダー珍しいこのね変化量の大きいスライダーが普通に強いのでこれ振っちゃうんですねこのボール球このボール球を振らせるのがかなり大谷投手強いのではい、振っちゃうんすよこれ振っちゃうんすよね今のあからさまなボール振っちゃうんすよストレート速いからストレートが速いと変化球もね結局タイミング早めに取んなきゃいけないんで変化球も振ってしまうっていうね感じのねそういう効果もありますのでストレートが速いっていうことはかなり大事でございますリアタイにおいてははいよ、まあ、やっぱねストレートが強いからストレートが速いから変化球も生きてくるっていうのがまさにこのことですねはい OK 取れサードはいナイスはい、ということでバッティングいきたいと思います相手の先発ピッチャーバウアー投手ということではい、1番源田徳野出ろよさっきエラーしたんだから珍しい源田のエラー見ちゃったからねストレートはいよいよ辻もあんま変化しないでパワーカーブだけ頭に入れてここうわマジ源田クソ飛ぶやん今のホームランやん今のマジで今のはここうまいうまいけどもまあ飛びすぎてるどんまい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 まあいきましょう2番宗隆村上の宗隆かまずは先頭バッターを打ち取っていますそれ次インコースここナイスバッケーこの人カウント取りたい時外角のパワーカーブ投げていますもう分かりますね3番に置いていますここうまい完璧な流し打ち今のはナイスバッティングさあつながりました4番に回ってきます吉田正尚選手でございますワールドスター当てました使ってみたところ出してないですけども初出し吉田正尚選手いや、うん、パワーカーブ好きなんでこの方カウント取りに来るねパワーカーブでストレート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 それでもいいストレートストレートで待ってるのそれいやまあ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 いいまあ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 いいはい2-2ゴー吉田マーク巨人入るのかって言われてますけど個人的に DeNA に行ってほしいワンチャンこの動画出てる時にはもう報道出てるかもしらんけどできれば DeNA 戻ってきてこの応援歌聞きたいです正直応援歌が聞きたいゴーゴーファールかいそこファールかい
はい、ということで、まあ、3点取りました、まあ、失投ですけれども、ホームランかわしたので、最後、大谷翔平の強さを見せつけまして、皆さんに見せつけて、相手にも見せつけて、こちらの動画、締めていきたいなと思います。まあね、ストレート163キロ持ってるピッチャーは、正直、ツースイムとかね、球種にそんなリアタイムじゃなくても、まあ、そこそこはね、マイルドで、特に大会だと。特に大会だとストレート160キロっていうだけでその他の球種あんま強くなくても結構抑えられるので、でもこの大谷投手の場合はその球速163キロプラス球種そして特殊能力もねめちゃくちゃリアタイム向きということで、もう出た当時はもうね大谷チートだろって言われてましたけども、まあチートです、正直チートです、クソ強いです。ここまあ打たれる時もありますし、モサだったらね、まあ慣れてる可能性はあるんですけども、打率が4割以下の方はね、まあ余裕で抑えられるんじゃないかなって思ってますので、ここまあ失投しないようにそれだけ頭にいながら、はい、強い、強すぎますということで、皆さんも大谷投手持ってる方ぜひともねスピ解放していただきまして、リアタイで大会でも使っていただければなと思います。ということで、でしてもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご注意いただき、あさし、いやー本当にそうですよね、ま